はい、こんにちは、まーちゃんねるまーはるです。今日はこちらですね、うん、仮面ライダードライブデラックスシフトトライドロンです。はい、2015年6月7日本日放送分の仮面ライダードライブで初登場しましたね、タイプトライドロン、それに変身するためのシフトカーでございますね。ついにこれが最終形態ということでですね。なんか早いね、ドライブ最近始まった気がするけど、あっという間にもう最終形態でございますね。そしてこのタイプトライドロン結構かっこいいよね、はい、こんな感じの顔なんだけど、最初はパパこの銀の丸いところが目かと思ってたんだよね。そう、これが目だと思ってたの。こういう風な感じでこれが目だと思ってる。最初ねロボットだと思ってたの、でも違ったね、ちゃんと黄色い目がついてたね、しかもなんかねライダーっぽいっていうか一番今まででかっこいいフォームになってくれたよね、最後の最後でよかったよ、本当によかったよかった、すごいこれかっこいいと思う、パッケージの裏がこのような感じになってますね、いろいろなギミックがあるみたいなんでちょっと楽しみだね、今回のシフトトライドロンは、単体だけでも音が鳴ったりするんでしょ、光ったりね、だからこれまでのシフトカーとはかなり違いますね。では早速開けてみましょうか。よいしょ。これがこうなって引っ張り出してみてください。はい、こちらがシフトトライドロンだね、ここの上がミラーになってるね、こんな感じ。あ、ほらカメラ映ってるもんそして、この形はもう完全にトライドロンですね、でただ、メタリックレッドになってるのこれね。メタリックレッド、素晴らしいじゃん。下はこのような感じになってますね。いつもの個別認識プレートあって絶縁シートがあります。で、こちら側がボタンだっけ。そうだね、これボタンになってる、それ変身ボタン。反対側にもボタンあるじゃん。これは左右交換の、あの、ワン、ツー、スリーのボタンだよ。で、ここにスピーカーがありますね。では、絶縁シートを取ってみましょうか。はい、はい、取った。そしたら、この D ボタンを押してみようか、ここの、はい、これもう変身になっちゃうからね。これでもこれ押すしかないよね、お出た。出た。あ、こっちだね。こっちになってんだ。あー、すげー、立体的。立体になってる。ちょっと見えないかな。こんな感じになっております。すごいじゃん。早の順次の説明。あ、分かった。ファイアオールエンジン。おお、こんな感じだね。おお、すごいね。ちゃんとシフトカー傾けると奥行きを感じられるよね。ではシフトブレスにセットしてみましょうか。電源オンにしましょう。はい、じゃあ、はい、ようやくできた結構連動が大変だね、これね、うまく通信しないと音声が合わない感じだね、よし、じゃあこのタイヤボタンを押すんだ。押してみて。フレアスパイクシャドウ。お、フレアスパイクシャドウって言ってたね、これで回すとどうなんだろう。これ?うん、おお、かっこいいじゃん。おお、すごい。これちょうど今日テレビで出てきたやつかな。うん、ねえ、じゃあ次やってみて、やってみて。ハンタードクターブレイバー。ハンタードクターブレイバーだって、かき混ぜる。ピーポーセイバー。ピーポーセイバー。おお、いいね、すごい。で、次もう一回やってみようか。おお、ベガスキャブサーカス。かき混ぜる。アメリカンドリーム。おお。ああ、いいね。これ今後出てくるんだろうね。じゃあ次。おお。
工事現場出た工事現場これソーラーウィンターコマーシャル。おう、ソーラーウィンターコマーシャル。はい、ウェザーリポートだって、いろいろあるね。じゃあ次、モンスターレッカートラベラー、はい、タフガイ、タフガイ、じゃあ一通りコンボやってみたんで必殺技やってみますよ、はい、いくよ、来た、じゃあ行ってください、来た、そう、ウルスラトール、なるほどね、うん、コンボのタイプによって必殺技の音声も変わるんだろうね、うん、今回はこっちのシフトカーの方から音声が鳴るからさ、うん、ね、ちょっとこっちの方が音がちっちゃいかなって感じするけどね、まあ、本当はベッドにつけてるからさあんま気にならないかもしれない、はい、はい、ということで今回は仮面ライダードライブデラックスシフトトライドロンでした。